福沢池改修記念碑と書かれてますね。風が強い。風音がね、車来たのかと思うぐらいするからね、ちょっといっつもビクってすんだよね。はい、こう釣りボート全面禁止と書かれておりますが、まあ釣りボートもできるわけもない状況になっております。こちら靴沢湖という場所になります。はい、今ねこんな感じになっております。もう木が生えてますね。谷みたいになってますけども、もともとここで湖というか人工のねため池ダムみたいなもんだったんですけども、こんな感じで今はもう水とか一切ない状態になってます。なのでここはもう心霊スポットとしてはどうなんだろうって感じになってるとは思います。ちょっとこっち側のねカーブの向こう側に行きますね。こちらね靴沢湖と呼ばれている湖があった場所の先に向かっております。あ、ここだ。熊出没と違うんだけどめっちゃ怖いんですけど。こちらがね、靴沢池改修記念碑と書かれてますね。そういう碑があったりもするんですけれども、今はもう水がないはず。熊出没注意がめっちゃ怖いんですけど。それ木とかが生えてるからもうここはそうですねないですね。いやでもなんかこの辺無駄になんか怖いぞ。なんかこの風とかもそうだし、あの車が向こうから来そうで車大丈夫かな感っていうのもそうだし、あと熊出没注意も怖いしっていう、なんかここ怖いわ。なんでだろう。ここね昔この湖で自殺が防止してて多発してて、で地元の人たちはその自殺防止のために水を抜いたって話なんですけど、それでも自殺は止まらなかったっていう話があるらしいんですよね。地元では自殺の名所として有名で、年に1体は死体が上がると言われていたと。撮影した写真にオーブが映り込むこともしばしばあり、女性の霊が現れるという話があった。
そういうふうに語られてる場所ではあるんですけど、自殺ないんじゃねっていう話がありまして、だとしたらここに出るその女性の例って何よって話なんですけども、もう水も完全にないですし、その近くも見ようにも暗くて草ぼうぼうで分かんないし、なかなか状況がつかめない場所になってしまってますけども、こちら、靴かけ靴沢湖と呼ばれていた、かつて湖だった場所の心霊スポットですね。今日はね、風の吹き方が異様で雰囲気怖いです。ここだからっていうよりもなんか、まあ風がなんか嫌な感じで吹いてるねっていう。聖徳靴沢平地記念碑がありますね。こちらが池を作った記念碑、こちらが、池をなくす記念碑。そんな靴沢湖というね、かつて心霊スポットだったけれども、今後はおそらくそう言われることはなくなっていくであろうという場所になってきました。本当ね、何が怖いってね、これがね、これだよね。